6月の11日、ここが一応ね、相模原北公園の菖蒲殿、菖蒲が咲く畑になってるらしいんですけど、全然菖蒲がもうほとんど咲いてない。菖蒲あるんだけど、もうみんな雑草の中に埋まっちゃってますね。雑草の中に埋まっちゃってます。はい、紫の菖蒲がちょぼちょぼちょぼっと、もうほとんど咲いてないですね。で、水路がそこにあるんですけど、もうほとんど1本2本あそこに白いのが数輪、紫が数輪。やっぱり菖蒲は全然手入れが行き届いてません。この公園はバラはすごく綺麗に咲いてますけど、アジサイも管理が楽なので咲いてますが、菖蒲は全くないですね。このようにちらほら、一輪二輪、ポツンポツン。この端っこに数輪の紫、名前もわかりません。そこに用水路があるんですけども、ススキで埋もっちゃって用水路も見えません。パンフレットに載ってた北公園のこの菖蒲園とこの花の数と全く違ってますね。まるで雑草の中の菖蒲園です。去年東京の神代植物公園行った時にも、電話では入り口に菖蒲のいろいろ展示がありますよって言われてたんですけど、行ったら何にもなくて、もうどうしようもないから近くの湿生花園、神代寺のお寺の方の湿生花園っていう湿生植物園行きましたら、もう全く手入れされてないところに花菖蒲が、もう本当に全然綺麗じゃない花菖蒲がちょぼちょぼっとあっただけで、こうやってがっかりする菖蒲園がすごく多いです。ですから先日の相模原の公園の近くにあるあの菖蒲園は本当素晴らしいと思います。